りない。まだ使えない。私を信用しないのならそれも結構だが、お前が思うよりも我らは似た者同士なのだ。お互いにネファレムの片鱗を味わったのだからな。私と手を組め、我らはこの世界の主となれる。お前とこれ以上慣れ合うつもりはない。フーレは私が一歩進むごとに愚弄した。黙らせようとしたが、奴の無駄話は止まらなかった。私をあざけることに喜びを感じているのだ。挑発に乗るわけにはいかない。私は屈しない。奴の首を封印した後の静寂を心待ちにしている。影の領域からクーレの体を回収した。儀式を始めましょう。でも警告しておくわ、クーレ、私たちを裏切らないことね。お前は欺瞞に囲まれている。私に気を取られている場合ではなかろう。集中しろ、リア。よし、もうすぐだ。あと少しだ。あと少し、ほんの少し、いいぞ。血が体内でうなっている。不臭漂う空気が傷ついた肺を満たす。私は蘇ったのだ。お礼はいいわ。お前は体を取り戻した。さあ、ソウルストーンを。いいだろう。約束は約束だ。私の書斎に来るがいい。生涯の仕事を終える時が来た。誰もが私の力に震え上がるのだ。これは何だ。
どうなってる。死んだ地獄の帝王らの魂が石に封印されている。ネファレム、使命を捨てろ。お前の仲間はお前を操ろうとしているだけだ。私の授ける力があれば我らで全生命を支配することもできるのだぞ。クーレ、お前は正気ではない。石を渡せ。さあ、お前を倒す。マナが必要だ。ホラドリムの同胞がとうとう私を探しにやってきたようだ。おのれ、まだ準備はできていない。ソウルストーンを創造するために力を使いすぎてしまったが、何としても完成させねばならない。人類の未来は。5体の地獄の帝王がこの石に封印されている。エイドリア、この石の真実を全て話してもらうぞ。20年前、トリストラムの落日の際、ケインがクーレの持つ異端のソウルストーンのことを教えてくれた。だから旅に出たのね。悪魔の魂に印をつけ、石に吸収させようと。そうよ、我が娘。私はこのために全てを犠牲にした。もう拾えない。ベリアルとアズモダンをソウルストーンに封印した後、どうするのだ。私が石を砕く。地獄の帝王もそれで終わりよ。
皇帝のところに行きましょう。ベリアルの居場所が分かったそうよ。本当にあの子供を信用できるの？他に選択肢はない。だが覚えておけ。ベリアルを追い詰めれば、奴はカルディウムを地獄に変えるだろう。じゃあ奴と戦う前に町の人たちを避難させないと。鉄郎団が手を貸してくれるわ。ジアの言う通りだ。行こう。ベリアルが町への攻撃を始めたわ。行きましょう。アシアラが下水道のそばにいるわ。急いで、私たちが守るわ。ベリアルは追い詰められたと察し、この町を破壊するつもりだ。空から火球が降ってきたので住民を避難させている。ここなら安全だ。できる限り多くの者を助けよう。鉄郎団が命を賭して援護しよう。荷車の下に人が隠れてるのを見たわ。下水道に避難させて。こんな馬鹿げた英雄気取りの行動。三大悪の中でも最も大それた悪である。闇の追放の後、彼はホラドリムのタルラ社の体内に捕らえられ封印された。数世紀後、ディアブロによって解放されたバールはワールドストーンを蝕み、アリート山のバーバリアンたちに大打撃を与えた。しかしその進んだ後、英雄たちによって撃たれた。隠れる場所なんてないわ。一体誰が神々の怒りを招いたの？頼む、下水道まで連れてってくれ。西の方にまだ人が残ってるわ。扉の向こうよ。頼む、助けてくれ。こんな死に方は嫌だ。
気をつけて。町の人たちを火の玉に。さあ、モーゲ、もう時間がないわ。行きましょう。リア、私が教えた通りに力を使ってこの門を破壊するのよ。下がって、まだうまく制御できないの。私たちのことは気にしないで。力が出ない。できるかどうかわからないわ。やるのよ。さあ、自分を信じて、リア。あとは任せたわ。急いで。私は残ってリアの面倒を見ないと。ケイを今この場に導いたこと、神々に感謝する。さあ、ソウルストーンをここに。この石が貴様を永久に封じる牢獄となる。ベリアル、嫌というほど拝ませてやろう。小賢しい。だが忘れるな、ネファレムよ。その石と
それに秘められた力の存在はアズモダンも知っている。たとえ貴様が世を倒したところで、アズモダンが貴様らの癒し基地を根絶やしにするだろう。の魂を石に封印するのよ。クーレほど歪み切った男が私たちの救済にこれほど大きな役目を果たすとはね。クーレもかつては地獄と不断の戦いをしていた。彼から学ぶべきだ。悪との戦いが長引くほど我々の心も蝕まれるのだ。品物が入っ、
ったの。見てってよ。今日は良き日だ。君はこの地を解放し、地獄の王を倒した。今はこの瞬間を楽しむがいい。明日からはまた戦いだ。休息の時間はないわ。アズモダンは今この瞬間にも動いているのよ。罪悪の帝王は並外れた策士だ。我々の不意をつける時期を見計らって攻撃してくるだろう。私たちの意志を砕く絶好の機会を見計らってね。よく学んでいるわね、リア。さあ、カルディウムの大図書館に行ってケインの研究を続けなさい。この前父親の話。父は外交官。しかし父の仕事はうまくいかなくなり。それで？すまない。すぐにでも出発できるよ。準備ができたら声をかけてくれ。
ダメ、さっぱりわからないわ。何を見落としているというの？おじさん、私を導いて。エリアルは倒れ、カルディウムは繁栄を取り戻した。残るはアズモダンのみだ。リアによると、奴はアリート山の中心からこの世界に地獄の軍勢を送り込んでいるようだ。古の要塞バスティオン砦で食い止めるしかない。私が行かなければ砦は陥落するだろう。砦の守りはもう限界だ。アリート山の大穴から侵攻してくるアズモダンの軍勢を前に、兵たちは散り散りになり逃げ惑っている。砦が落ちれば、黒のソウルストーンはアズモダンのものとなるだろう。そうなればもはや希望はない。この砦は落ちない。私が兵をかき集めよう。かがり火を灯し兵たちに知らせるのだ。我らはまだ敗れていないと。救いが来たのだと。開花へ行け。君の力が必要だ。黒のソウルストーンが熱い。私に抵抗してる。中からささやき声が聞こえる。中の悪魔が逃げようとしているのね。石が砕けないように抑えられる。すごく大変でしょうけど。かゆは薄いし食事もいまいちだが、戦う男を空腹のまま送り出すわけにもいかないしな。誰かがかがり火を灯さないとダメだ。今にも崩れそうだ。20年前
天使の命令を聞いただろう。バスティオン砦では不落だ。さあ、共に声を上げろ。まだ使えない。かがり火がついたぞ。他のかがり火も灯さなければ。だが周囲は魔物でいっぱいだ。危ない。することはない。ありがとう。
花との噂は耳にしております。そばで戦えて光栄です。みんな死ぬんだ。学んだところによると、全ては悪犯という名のザカラムの行為継承者が教団を犯しつつあった腐敗に気づいたことから始まったようだ。この腐敗がやがて教団を滅ぼすと危惧した悪犯は何らかの行動に出なければならないと考えた。そして多くの祈りの後にクルセイダーの結成という考えに思い至ったのだ。私には勇者がついている。奴らに勝ち目はないぞ。
ぜわかるのか。私が味方だから。異常な化け物を召喚した。ありがとう。
今のは一体何だ。幻影で脅かそうとしたのだろう。かがり火を見ました。もはや何も恐れるものはありません。投石機でアズモダンの軍に一泡吹かせてやれるかもしれません。ですが魔物たちが壁をよじ登って次々にやってくるので起動できないのです。案ずるな。投石機は私が引き上げる。魔物どもは生まれ故郷の地獄に送り返してやろう。どこからでも攻め込んでてくれてありがとう。増援が来るまでに4人に減ってしまった。昇降機が溜まってしまったのだ。下の騒ぎでどこかが壊れてしまったようなのだ。嫌な予感がする。今度は何だ。隊長、下から魔物が。どうしますか。剣の傷先をどちらに向ければいいのかもわからんのか。訓練を思い出せ。最後の瞬間まで戦うんだ。航空機が動いた。ここにいろ。奴らの増援が来るぞ。魔物だ。構えろ。やったぞ。あなたが来てくれなければ我々は全滅していた。共に戦えることを光栄に思うぞ。
ってくるぞ。構えろ。死んだ。気をつけろよ。つけてあげたかった。はない。あなたがかがり火をつけたのだな。新兵を助けるのを手伝ってくれ。そうすれば投石機を引き上げられる。こっちだ。いいぞ。投石機を引き上げる間、新兵を守ってくれ。
かがり火は焚かれているし、透析器も使える。バスティオン砦ではしばらく持ちこたえる。警察兵の報告によると、忌々しい魔物の増援が間もなく到着するようだ。兵士を守らなければ、人数が多いほど台座を早く引き上げられるからな。助けてくれてありがとう。これで透析器を使って魔物を攻撃できるようになる。またすぐに様子を見る。